はい、速稼塾の久保です。いつもね、特別定額給付金に関する、動画をお送りしたり、ライブ放送させていただいてます。主にはですね、特別定額給付金が本当に実行されるように呼びかけていきましょうっていうふうなね、応援ですよね。そういう活動、デモ活動みたいなことをしてるだけです。ですんで、私になんか特別な情報があったりね、特別な権限があるわけではないので、私にお願いされてもどうしようもないんですよ。私ができることって言ったらね、官邸にメールを送ることと、麻生太郎事務所、もう電話を受け付けてくれてないんですよ、私の電話は。そこに電話することでね、あとは菅総理の事務所に電話することぐらいですかね。あとは自民党の事務所が私の地元にもありますんで、そこに訪問して、国民が困っていることをね、訴えかけるぐらいかなと思います。あとはそうですね、野党の方にも、ちょっとね、特別定額給付金のことを国会でやってくださいよっていうふうにお願いしてますけども、今のところ反応が悪いですね。そんな感じでね、政治家と特に私関わりがあるわけではなくて、単なるね、一町内会長ですから、何の権限もありません。何のなんか影響力もありません。ただ YouTube で勝手にベラベラ喋ってるだけということになりますけども、今日はですね、特別定額給付金が、出るか出ないかってモキモキしてると思うんですけども、片っぽでね、自力でちょっとお金稼いじゃおうっていうこともあるんですよ。ですので、その方法をちょっとね、動画で紹介してますんで、こんな方法があるんだって軽くちょっと頭の隅に留めといていただければと思います。もちろんね、この方法私はもうやり込んでますんで、全然やり方とかはお伝えをすることはできるんですけども、今回はね、軽くこんな方法があるんで、もしねこれで興味持ったら周りの人に聞いて一緒にやったらどうですかってことですよね。特に私が指導するから指導料くださいって話をしようと思ってるわけではないんですよ。ただ特別定額給付金といえども5万とか10万じゃないですか。でもこれから私がお話しする方法ってのは5万10万どころじゃなくて、もうそれこそ自分がやればね、ずーっとお金稼げる方法なんですよ。ですんで、ちょっと参考になるんじゃないかなと思いまして、この場を借りてちょっとねお話しさせていただきました。ちょっと怪しい話に興味がないっていう方はここで動画を止めていただいて、またね特別定額給付金の別のライブとか別の動画をねお待ちいただければと思います。ここから先はどちらかというと情報業界の話になりますんで、なんと言いますかね、私もちょっとねこの機に乗じて話すのはやりにくいっていうかね、お前結局それかとか思われても嫌なんで、そう思われる方はここで動画を閉じてください。ここから先はですね、単なるヨタ話っていうかね、噂話程度に聞いていただければと思います。ただ私がここで大きなお金を掴んだのは確かなんで、そのことだけね、ご了承の上ご覧になる方はご覧になる、もうどうでもいいよって方はここで動画を終わっていただくってことでよろしくお願いします。それではですね、特別定額給付金の話題、またね何か新しい情報ありましたらお話したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。はい、速稼塾の久保でございます。私もね今ね48歳でこうして隠居暮らしをしていられるんですけども、そもそもね私は40歳までもう借金は3500万円ぐらいあってですね、赤字の麻雀店を広島市中区本取8-24レインボー丸浴びるオープンリーチというところでね経営してました。9年間やったんですけども、2015年に閉店しまして、私はねそこから都落ちといいますか、広島市内から今住んでるこの田舎町に逃げるように引っ越してきたわけなんですけどもね、ありていに言ってですね、私はものすごくね厳しいロスジェネ世代だったわけなんですよ。大学は出たものの、なかなかね就職に恵まれずにフラフラしている中で、もうやりようがないんで自分で会社を始めたんですけども、その会社っていうのはですね20代からスタートして、そして39歳になるまで1回も黒字になることがなかったんですよね。その中で私はねインターネットを使ったビジネスってものに出会いまして、知らないことと知ることってこんなに大きな違いがあるんだってことに気づきました。でそこの中でですね、私は10万円稼ぐ方法というのを2万円で売ることにしたんですよ。それがね私の復活のまず最初のポイントになったわけなんですけども、どうですかね、10万円稼ぐ方法を2万円で売るって、もう妙にうさんくさいですよね。でもこれですね、私が販売し始めて最初の1ヶ月でなんとね80万円以上の現金を私に、もたらしてくれたんですよ。要するに50人以上の方が私の講義を受けて1人2万円ずつ、19,800円ですけどね、そういうのを払ってくれました。その中に私のビジネスパートナーとか社員とか友人とかお客さんというのがいました。ですので絶対裏切られないですよね。だから私はねこのインターネットの世界でもう作業をするだけで、パソコンで作業をするだけで10万円以上の入金がある、そういったね方法があるってことを知らなかったんですけども、今日はちょっとそれをね一部紹介しようかなと思うんですよ。皆さんねポイントサイトっての知ってますかね。なんか資料請求をするとなぜか知らないけどポイントが貯まっていったりとか、どこかで試供品を使うとポイントが貯まっていったりとか、誰かのアンケートに答えるとポイントが貯まっていく、そしてそのポイントが1万ポイント2万ポイントが貯まると、2万ポイントなら2万ポイントが2万円に、3万ポイントなら3万ポイントが3万円に変わってしまうというね、本当にこれ現金となって ATM に入金されるんですよ。
まあ、ですんでね、これね、本当に作業通りにやったら誰でもそうなるってことなんですよ。私は40歳になるまでそういうことを知りませんでして、それでね、それを知った時にこんな方法があるんだったらもっともっと世の中に広まって叱るべきじゃないかなと思ったんですけども、おおよその方がですね、怪しいから聞かないっていうところでストップするんですよ。もう私はそういうところでちょっと素直にやってみたわけなんですよね。そしたら本当に売り上げが出たと。そしてそれからというものを今に至るまでこの方法でお金を作れなかった方は一人もいないんですよ。まあちょっと紹介しましょうか。今日はそうですね、画面キャプチャーを持って紹介しますね。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあスタートしますよ。はい、画面切り替わりましたよね。これはね、モッピーっていうポイントサイトなんですよ。モッピーっていうポイントサイトですね。そうですね、そうです。あの、この動画の概要欄にモッピーのサイトの URL 貼っときますので、ここから会員登録してみてください。会員登録は無料です。そして私はね、今ね、保険というカテゴリーのページを開いてるんですけども、上の方から6000ポイント、真ん中に6500ポイント、そして右側に8000ポイントって書いてますよね。で、4000ポイント、2万1000ポイント、450ポイントってありますよね。これそのまんま、1ポイントが1円です。ですので、2万1000ポイントってことは2万1000円がもらえるというふうに解釈してください。下の方にちょっと行ってみますね。2万ポイント、3万ポイント、5万5000ポイントってあります。このページを全部合計すると10万円を超えます。2ページ目に行きます。そうすると、まだまだありますよね。これ全部合計すると16万円以上になるんですよ。まあ一旦ちょっと画面を切りましょうか。はい、戻ってきましたね。まあ今ね、ご覧いただいたサイト、モッピーっていうサイトなんですけども、下の方に、会員登録の URL をつけておきますので、無料ですので会員登録して、そしてさっきのページを確認してみてください。16万円以上の、まあ、ポイントが入ってくるというふうに私はお話ししました。ということはですね、まあ、16万円全部をね、網羅しないまでも10万円以上は入ってくるっていうふうに考えられると思いませんか。で、この方法を丁寧に教えるから1万9800円くださいというふうに私はね、40歳の時に人にお話し始めたんですよ。で、もしね、もし2万円以上の売り上げが上がらなかったら、いただいた1万9800円をお返ししますという保証までつきました。でも実際は1日でね、3万とか5万とか7万とかっていう売り上げを立てる方が続出して、不満は一人もなかったです。今までに返金を要求されたことは全くありません。だってね、払ったお金以上に儲かって、それで、ね、嘘だ詐欺だっていう人いますかね。よくね、儲かる儲かるって言って儲かんない話はありますけども、これね、本当に儲かっちゃうわけなんですよ。で、こういったことを速稼塾のカリキュラムも一番最初に据えてるわけなんですけども、なんと言いますかね、これなんでね、お金が入るのかってことなんですけども、結局お金を入る人にはメリットがあるんですよね。どんなメリットかっていうと、面談ができるってことなんですよ。先ほどの案件なんですけども、これは例えば私が申し込むじゃないですか。そしたら私がある会社の人と面談をするんですよね。で、いろいろと聞かれます。それについて、まあ、素直に答えます。まあ中には嘘で答える人もいるみたいですけども、私は素直に答えるんですよ。まあそういうふうにして、私の、まあ状況をですね、お伝えすることによって、その会社にはデータが手に入るんですよ。そのデータに、私の面談料っていう手数料が払われるって仕組みですよね。ですんで、ちょっとね、考えれば、まあこういうふうな、まあ世の中情報社会ですから、情報を欲しがってそれをビジネスに使おうとしている会社があるってことは容易に想像できると思うんですよね。まあですんで、自分は情報を提供してね、で、そのための対価をいただくってことをやっていくってことなんですけども、だから自分のことをどうしても知らせたくない方ってのはこれ向きません。やらない方がいいと思います。ある程度自分の情報をね、住所とか電話番号とか、もちろん個人情報保護法にのっとって、お渡しした情報っていうのは取得していただきます。安全に管理していただきます。まあそれをね、ちゃんと自分でわきまえた上で、どのように利用されるのかってことをきちんと確認した上で、その面談に臨めばいいわけなんですよね。まあそうするとですね、まあずっと何もなかった私にでも、まずは自分でやってみて、あ、面談したら本当に6000円もらえた、面談したら本当に1万円もらえたっていうのが当たり前になってくるんですよ。まあそうするとですね、こんな方法があるよと教えるわけなんですよね、人に。そうすると、その人はパソコンが苦手だって言うんですよ、50代の方で。じゃあパソコンこういうふうにやったらいいんだよ、その代わりレクチャー代もらいますよと。その代わり私はね、1万9800円もらう代わりに2万円以上の売り上げは必ず立てさせて損がないようにしますから。だから任せてください。そしてやり方を覚えたら、あとは自分で全部やってくださいと。それで毎日やればずっと売り上げ増えるでしょ。だから損はないじゃないですかっていう話で最初はね、お話していったわけなんですよね。まあそういった形で私は情報をビジネス、コーチをビジネス、要するに教えることをビジネスにした。それがね、40歳に入ってからなんですよ。
2013年の7月20日ですよね。これ広島駅前、南口なんですけども、北口の方ですけども、会議室がありまして、一番大きいね、一番広島で高い会議室だったんですけども、そこを、まあ、無理して借りてですね、1時間10万円ぐらいしたんですけども、そこで3時間借りてやりました。まあ、その時の映像もまだ撮ってあるんですけどもね、ちょっと私のお話が下手であまりにも恥ずかしくてあまり見せたくないんですけども、まあ、そういうのもあります。で、今日お話したのっていうのは、要するに何にもないところからお金を稼ぐ方法なんですよね。最近はね、特別定額給付金の第2弾が出るんじゃないかなって私思いますんで、それを実現させるために、ね、多くの方に呼びかけてますけども、やっぱりね、特別定額給付金が出たにしても5万にしても10万にしても、もう結局5万とか10万もらったところで、もらった瞬間嬉しいですけども、また1ヶ月ぐらいしたらまた別のお金が欲しくなるわけですよ、我々は。で、私はここで提案したいのは、自力で稼ぐ方法もちょっと知っておけばいいんじゃないですかってことで、今回のお話をさせていただきました。まあ、ですんでね、ちょっと時間の関係であんまりね、細かいことまでできませんでしたけども、下の URL から、まずね、モッピーっていうポイントサイトに申し込んでいただいて、そこで、まあ、さっきのね、面談ではなくてもいいんですけども、資料請求で何でもいいから、100円とか200円が本当にパソコン1台で、商品も持ってないし、誰にも会わないのに、どんな人とも、ビジネスをしないのに、たった一人でお金が稼げる方法があるんだなってことを知っていただければと思うんです。この方法はね、自己アフィリエイトっていう方法で、結構有名なんですよ。で、有名なんですけど、広まっていかないんですよね。なんかね、私がね、この方法を知ったのが、2013年だったんですけども、もうね、その10年前からあったわけなんですよ。で、あったんですけども、全然広まっていかないと。で、2013年、私も初めて知ったと、40歳ですね。それからずーっと私とか私の塾生が知らせまくってるんですけども、それでもね、知らない方の方が圧倒的に多いんですよ。まあ、ですので、この動画を通じて、自力でね、お金を作っていきたい。特別定額給付金の5万とか10万を狙いたいんだけども、でも簡単な作業でね、お金が入るんだったらそっちもトライしてみたいって方向けに、今回の紹介させていただきました。まあ、このくらいで今回動画終わっちゃうんですけども、またね、別の話が聞きたいってことでしたら、こういうふうなね、情報で稼ぐ方法って結構いっぱいあるんですよ。それを順番にお話していこうと思います。まあ、もしね、教えてくれってことでしたらやりますけども、そんなことどうでもいいって言うんだったら、まあ私はね、速稼塾の塾内でこっそりやっていきます。ということでね、ちょっとおせっかいながら、ちょっと動画の方を撮らせていただきました。本日はちょっと以上ですかね。はい、それではまた特別定額給付の情報までお待ちください。今回は特に今日は何もなかったです。はい、失礼します。